あ達夢実は、日本のアーティスティックスイミング選手、指導者。埼玉県出身。3歳から水泳を始め、小学校2年生からシンクロを習う。中学時から、越谷市に住み、所属クラブもアテナークアメーツから、東京シンクロクラブに移籍した。埼玉県立浦和東高等学校へ入学、高校2年時に、 デュエットで埼玉県代表として第60回国民体育大会に出場し4位。2007年高校を卒業し国士官大学体育学部体育学科入学。2008年北京オリンピック第1次選考会を突破し代表候補13人に選出されたが代表には漏れた。2009年1月2009年世界水泳選手権。 日本代表選考会が行われ、トップ通過した。世界水泳選手権では、ソロで5位、チームで6位入賞した。2011年ミキハウスに入社。2012年ロンドンオリンピックでは、チームとして出場し、予選は3位通過、決勝では5位入賞した。シンクロ選手としては小柄で、身長は159センチメートル、体重50キログラム。 体操界も欲したほどの身体能力で、日本人離れした柔軟性があった。小柄ながら、瞬発力と表現力に優れ、日ゴリン種目のソロを得意とした。2013年世界水泳選手権を最後に、現役を引退した。2014年、母校である、国士館大学にアーティスティックスイミング部を新設され、監督に就任。2019年7月、 国際水連世界選手権アーティスティックスイミング競技に安倍淳と混合ペアとして出場2部門で銅メダルを獲得現在は指導者として小学生から大学生まで幅広くアーティスティックスイミングシンクロナイズドスイミング指導を行っている 国士館 AS クラブ http コロンスラッシュスラッシュ k-ok-us-h-i-k-a-n-asc.ne-k-o-m-a-l-l.com スラッシュ東京と世田谷区を拠点にしている。足立和美氏が代表のクラブ。小学生から大学生までが在籍。ありがとうございます。